はい、私どもで、経営者の方から、いただく質問の内容で多いのはですね、特にシニアの経営者の方から、ご自分の、あるいは、ご家族の役員さんの、老齢厚生年金に関するご相談ですね。常勤の役員様のまま、老齢厚生年金をもらえるのか、どうもストップするらしいと、報酬が高いとですね、で、もらう方法はあるのかと。こういったご質問が多いです。で、私どもでは、役員報酬最適化といいまして、役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることで、老齢厚生年金を受けていただける、そういう手法をお伝えをしております。ご関心ございましたらお問い合わせください。